皆さんこんばんは。こんばんは。はい、というわけでございまして、ご無沙汰ぶりでございます。今宵も今宵とてということなんですけれども、現在例のあれで休業中の、JR 阿佐ヶ谷駅、北口から徒歩1分の、バーロマン社から、はい、YouTube 動画、お届けしてまいりたいというこういうお話なんですけれども、前回お届けしましたのが、5月の23日にアップしたのがラストですね、はいはい、あの CM、などの作詞で、ご活躍だった作詞家の伊藤明先生がお亡くなりになったということで、その追悼特集を2度にわたってお届けしたわけなんですが、それからもう2週間ちょっと、ね、半月今日ぶりのお届けということで、久々によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ママです。はい、ママです。マスターです。はい、改めてよろしくお願いいたします。で、その緊急特番ということで伊藤明先生追悼を、の前はどういったものをお届けしてきたかというとの今年が2021年ということで、その1971年からちょうど半世紀ということで、1970年代の文化と出来事を語ろうというシリーズをお届けしてまいりまして、これまでお届けしてきたテーマとしては例えば仮面ライダーについて語るとか、ラジオですよね、特にあの深夜番組オールナイトニッポンなどということで、語ってきたわけなんですけれども、今回またその、1970年代の文化と出来事を語ろうというテーマに立ち戻りまして、ズバリ皆さん お待ちかねというか誰が待ってたんだっていう話なんですが、テーマがエッチなテレビ番組と CM という、いきなりな感じでお届けしたいと思っております。で、大体まあうちのこの YouTube 動画平均して30分前後なんですけれども、語りたいことが山ほどあって、うんうん、多すぎて、多すぎて、うん、でまあ最低でも2回くらいには、うんうん、場合によってはちょっと3回くらいになっちゃうかな、ね、3回って結構な多さだと、なるんじゃないかなということなんですけれども、うん、はい、そのエッチなテレビ番組と、CM ということで1970年代に、まあ、はい、場合によってはちょっとね前後する場合もある、うん、ちょっとね80年代にかかる、話もあると思うんですが、うん、お届けしていきたいと思いますよ。で、いきなりなんですが、はい、こういうはあのテーマなのにいきなりご婦人に話題を振って申し訳ないんですが、はい、いいです別に、はい、でこのエッチなテレビ番組と CM というテーマでママが、まずちょっと、唇を切っていただきたい、はい、いうことですね。ちなみにあの私どもあの全然事前のすり合わせはなくてですね、うん、お互いにこういうコンテンツで行こうっていうふうに決めたら、そうそうそう、それぞれが大体のこう、うん、ね、メモとかを作る、作って作るんですね、でこれ話しながら喋るというスタイルがうちの、うん、スタイルでございますので、そのところはあらかじめご承知をいただきたい、はいはい、私も今回また用意してよろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。はい、はい、いや一口にエッチなテレビ番組といっても、はいはい、その年齢ごとにまあちょっと受け止め方も違うと思うんですよね。それで、私がやっぱり最初にこの番組はなんか子供が見ちゃいけない番組なのかなみたいなものを意識したというのが、うんうん、あのプレイ、まずプレイガール、まあ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 そこに来ますよね。プレイガールを今回調べたら、はい、1969年4月7日から76年3月29日まで放送ってことで、はいはい、まあバッチリ70年代にかかっているんですけど、はいはい、あの69年っていうと私は6歳だから、はい、うん、当然その時間にはテレビ見られないんですが、うんうんうん、ただなんで見たかというと、うん、あの私は夜8時に寝かされてたんですが、うん、はいはい、私の寝てる場所からなんか親がテレビ見てるそのテレビの画面がよく見えてたんですよね、うんうん、それで、うん、寝られない時とかなんとなく親の見てるテレビ番組を、うんうん、あの自分のベッドからチラチラ見てたんで、あ、まあ、当然音も聞こえてくる、うん、ということはあのお父さんお母さんがプレイガールを見てた、見てた、見てた、うん、素晴らしいですね、うん、あの
そう見てましたね。あの今ママが8時には寝かされてたって言いましたけど、毎週月曜日の9時ですね、21時から、まあ、21時56分、まあ、10時までいや9時台にやってたっていうのがちょっと意外 でしかもここミソなんですけども、あの一つのキーワードなんですけど、これ放送していたのが現テレビ東京の東京12チャンネル、ここはあの皆さんあの試験に出ますので、東京12チャンネルっていうあのワードはもう最重要ですね、ワードと言っていい、ワードといいと思います。この場合、はい、じゃあそのプレイガイドについてよろしくお願いします、はい、で、あのそんなまあね、じっくり見てたわけでもないからよくわかんないかったけど、うんうん、なんとなく、うん、なんかちょっとこれ子供が見ちゃいけないものかなっていうのは、やっぱりその子供だったし、その別にそのパンチラとかよくわかんないけど、うんうんうん、なんとなくわかった。あのエッチなのかなみたいな。女の子はそうかもしれないね。うん、それで、うん、むしろ私とか、うんうん、その、うん、あの私なんかの場合は、うん、あのああいう強い女性で、うん、こう、うん、女がこう、うん、こう戦って、うんうん、あのキックとかして、うん、こう敵を倒すみたいな、うん、むしろかっこいいから、うんうん、そういう憧れみたいのもあったし、うん、あとやっぱりあの沢玉樹さんがとにかくかっこいい、うん、あのいいですね、多分沢玉樹さんが生まれて初めて意識したかっこいい女性っていうのが、うん、なるほどなるほど、まあ、彼女じゃないかなと思います。で、あのプレイガール、まあ、ご存知の方はもう十分ご存知だと思うんですけども、ざっくり言うと例えばあのチャーリーズエンジェルとかって言えばお分かりになると思うんですが、うん、そのご婦人のチームでね、うん、だから沢玉樹さんをお姉と呼んで、うん、お姉というキャあの、うん、ボスがいて、うん、そこに、まあ、5人6人の、うん、その、若い、うん、あの格闘に強いそれぞれ、ね、特技とかあってね、うん、っていうあれな、国際秘密保険調査員と、そうそうそう、そこのネーミングがかっこいいんだよな。そう、うん、でちょっと保険金絡みの事件とかにね、うん、潜入調査とかしてね。で、あのまあ、 あのこれ あのざっくり言うと、そ の, いあの なんていうんですかね、あのいわゆる女性ハレンチアクションというような言い方に、うんうんうん、なるような感じになるんだけども、うん、要はその、うん、最後の最後にいろんな調査などしてて、ついに敵を突き止めましたと、うんうん、それで最後の最後にこう格闘シーンになるんだけれども、そこでみんなあの当時流行りのミニスカートで、うんうん、もうその、うん、その格好、ね、のままお約束、ね、そうあの冗談蹴りとかするもんだから、うんうん、もういわゆるパンティーですよね、うん、とあの当時の言い方をすると、あのショーツが丸見えで、いわゆるパンチラーで、あとはその事件をと読み解く間に、うん、その、シャワーシーンだとか、うん、それからそういった、うん、そういうのもあの盛り込まれて、盛り込まれて選ぶシーンがあって、うん、それで、まあ、当時はあの地上波でも乳首とかもバッチリ OK だったんで、うんうん、当時はね、うん、OK っていうか OK だったかどうかわからないんだけども、うんうん、まあ、一応だ、うん、そういうシーンもちゃんと出して、うん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 、でちょっとママがまたこの後、細かくお話すると思うんですけども、例えばそのメンバーの中には、うん、例のあのアンヌ隊員、ウルトラセブンのアンヌ隊員の、あ今もお元気ですけども岸見ゆり子さんが、うんうん、あの方はあのウルトラセブンの後いわゆるお色系の方に行ったんですけども、うん、そのゲスト出演して会があって、うん、その場面であの岸見ゆり子さんのシャワーシーンとかあって、うん、バッチリもうあのバストトップも含めてこう映って、うんうん、でもそれで大活躍してパンチラも見せて、うん、翌週からレギュラーになるっていう回が、うんうん、そういう人結構、うん、あのメンバーに、ね、そう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 何人かいる、うん、結構あの メンツの入れ替わりがね、うん、結構激しくて、ね、あのサインは V に出てた人、うんうん、ちょっと名前がすぐ出ないけど、うん、そうそうとかも、うん、ですね、うん、あとたまに戸川雅子さんが出てて、 そうそう、うん、それがまたかっこよかった、うん、戸川雅子さんっていうのはもともとはあのシャンソン歌手で、銀座にあった有名なシャンソン、うんうん、あの
シャンソン酒場の、うんうんうん、あの銀パリっていう、あ、銀パリじゃない、青い部屋、青い部屋、うん、銀パリにも出てた、ああ、出てたのが、あ、うん、自分ご自身がやってたのが青い部屋、そう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 、あの銀パリとかにもね、あの、あ、出てた、三輪明宏さんとかも出てた銀パリにも出演し、それで、その戸川雅子さんがやっていたバーが、うん、その青い部屋っていう銀座のバーが、うんうん、で、あの後に小説を書いて、うん、バーとかシャンソン歌手やりながら小説書いて、推理、あの江戸川乱歩賞っていう、あの有名な賞があるんですけど、それを取った、あのベストセラー作家になった方なんですけどね、うん、でその戸川雅子さんが影のボスみたいな、うんうんうんね、ちょっと謎の女みたいな感じで、ちょっとお話、うん、あの挟みましたけれども、うんうん、あの続けていただければ、はいはい、じゃあちょっとプレイガールはこれで終わりに、あ、そうなんですか、していいですか、プレイガールについて、はいはいはい、マスターが語りたいことあったら、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっとあのざっくりあれしますけれども、はい、まずあのプレイガール、あの有名なあのプレイガールってあの ロゴと、うん、サウンドロゴ、うん、あれが有名なんですが、うん、音楽が、あの山下武夫さんという、うん、通称山武というカルト的な人気を誇る、うん、もうだいぶ以前亡くなった、はい、あの山武先生の音楽あっても、ね、もう最高になんですね。でその山武先生の音楽は、うん、例えばどういったものがあるかっていうと、ルパン三世の第一作目が、うん、まあ、代表曲で、あとはアタック25って、あのアタックっていう声も山武先生の声なんだけど、アタック25だとか、クイズタイムショックとか、あとはガンバの冒険というアニメもあったんですけど、あの辺の音楽をされた山武先生で、大岡一善もそうだね、口笛の、そうそうそう、あとは古いところでは七人のデカと七人の刑事とかもそうなんだけど、口笛もよく使う、だからあのむちゃくちゃやっぱりかっこいいんだよね、あの おしゃれで、だから ただ単にエッチなだけじゃなくて、あの今本当にあのプレイガールのサントラ版とかも CD 化されてるんですけど、あの聞くとものすごくかっこいい、あの音楽だけでも聞く価値があるっていう、ね、ただのエッチな番組だったらそこまで人気出なかったんじゃないか、ね、おしゃれだからやっぱり、うん、だね、うん、でその後にあのプレイガールが一回終わってから、続編的な感じでプレイガール Q っていうのが作られて、クエスチョンの Q ですね、プレイガール Q っていうのが作られて、でしばらく間があったのかな、その後スーパーガールっていう、あの石森章太郎、石森章太郎原作のスーパーガールっていうのがあったんだけど、プレイガールほどの人気は得られなかったかなっていう、まあ、それはあの本当に80年代に差し掛かるくらいの頃だったんだけど、プレイガールはすごくやっぱり良かったですね、今思っても画期的な番組だったと思います、うん、やっぱりあの それまでね、戦うのがあの男ばっかりだった世界で、そういう強い女性たちっていうものが、それがそのやっぱり一つの70年代のあの世相の一つだったんじゃないかなっていうふうには思いますね、はい、はい、っていう感じです、はいはい、この話はまた後ほどもいろいろ出てくると思います、あのなんか話すことあったらまた後で、うん、そうですね、はい、はい、じゃあプレイガールはそんな感じです、はいはい、それで、それがまあ幼稚園とか小学校1年生ぐらいの時にそういうものが世の中にあるんだっていうのを知って、で、やっぱり小学校高学年ぐらいになると、うんうん、完全にそういうそのね、アダルトなものとか、うんうんうん、そういうものがあるということを完全にこう知識としても知ってるし、うんうんうん、学校とかでもちょっと話題になったりするから、はいはいはい、あのいろいろ興味とかも出てくるんですが、うんうんうん、そんな中、うん、あの小学校高学年の時によく学校でちょっと男子とかがこっそり話題にしてたのが、うんうんうん、あのウィークエンダー来ました、うんうん、来ましたね、はい、あの来ましたウィークエンダーは土曜日の夜9時からやってたんですけど、はい、あ10時だっけ、10時くらいだった、10時か、日テレ系で、ね、その新聞の三面記事的なちょっとこうなんて言うんでしょうね、あの男女のいろんななんか恋愛のもつれみたいな、そういう事件とかよく扱っていて、うん、でその中でも
あの再現ドラマみたいなものが必ずあるんで、うん、それがねあのみんな見たかったということですよ。正式名称は、うん、テレビ三面記事ウィークエンダーってんでね、でタバコをこうやって持った、うんうん、あのこう、ね、あの指のシルエット とオープニング の音楽、あれなんだっけ、あれはクインシー・ジョーンズの、あの鬼警部アイアンサイドのテーマをそのまま流用したのよ、チャッチャラッチャラッチャー、ね、あの新聞によりますと、そうそれでっていうやつで、うん、まあちょっと補足的な説明になるんですけども、その、まあ分類としてはまあバラエティーになるんだけれども、その、まあ、一人の弁士みたいのが、まあ、あのその一つの事件に対してこう一人ずついろんな人が現れて、それでそれをこう説明するんでね、こういう、あのいわゆる三面記事、ね、あの泉ピン子さんとかもやってたしっていうような感じで、その中の再現ドラマをみんなが見たいっていう、ね、新聞によりますとっていうところから始まって、それでその、そのいわゆるちょっとエログロ系の事件の再現フィルムっていうコーナーがあったんだよ、それがね、学校でも話題みたいな。あ、やっぱり男子は話題してた、そうで、やっぱり男子が話題にしてたのは、こう耳に入ってたけど、別にそこに参加するとか当然なくて、あの割とあの土曜日の夜とかにテレビを見られる環境になることが私は多かったんで、なるほど、普通に見られたからいいな、そんなにその別に見られたからありがたいとかそういうのもなく、なんかあ見るかみたいな感じで見て、多分だからマスターの家とうちではね、ちょっと環境が違っただろうけど、でも見た見られた、もうほぼ 100% 見られない、 98% ぐらい 見てない、ね、だから俺は当時小学校の6年生くらいだったんだけど、やっぱり他の友達連中が話題にしてるわけで、これはあの先ほどのプレイガールとかにも通じるんですけれども、やっぱりそういうあの母一人子一人で、あの母親教師だったんで、結構そういうところ特にやっぱりね、すごくそういう性的なもん、セックス的なものに対して、あのすごくあれだった人だったんだよ。だからあの決してそのあの母親がいる時にそのプレイガールとかウィークエンダーとかを見ることはできなくて、たまに母があの出張とかで、あの遅い時にこっそりつけて、それでこうやって見てて、で団地だったんですけど、玄関先で鍵を開ける音がすると慌てて消して、もうあの結構ある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 のやつで慌てて消して、それで勉強とか、全然テレビとか見てなかったみたいな顔して、っていうのがそうですね。でウィークエンダーはあの例の連想ゲームの白組だっけ、連想ゲーム、加藤吉郎先生、漫画家の、加藤吉郎先生とか、あとはあの CM 音楽の女王の天地房子さんとか、それからあの内海みどりさんとかさ、大野茂久さんね、あのとか、あの西川清さんとか、野沢那智さんも出てたらしいね、結構あれなんだけど、その再現フィルムの場面が特にやっぱりあのいわゆるあの物心ついたというか、もう思春期のとばりにある連中とかにしては、もう本当にこれこそなんかエロいなっていう、あのちょっとその映像の雰囲気が、あの日活ロマンポルノ的な、ああいう雰囲気がね、あったからね、陰備なんだよね、そう今あんまりああいう陰備なものってないけど、お茶の間には乗らない感じだよね。だから多分、まあ、よくいわゆる昭和のテレビあるあるとかだけども、それエッチな場面とかが出ると、慌てて親父がうーんとか言いながら新聞読み始めたり、お母さんが慌てて、あ、片付けしなきゃとか言って台所行ったりとかなんとかっていうのは、まあ一つの、だから同級生とかも多分そんな感じだったんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね、まあ、ウィークエンダーは本当に、でだからあの一方でほら連想ゲーム、あの公共放送の NHK のさ、
あの白組キャプテンやってたわけだよ、加藤義郎さんは、うんうん、だからあのそのウィークエンダーの下品さと、うん、それであの抗議の電話とかが、手紙とかが結構加藤先生のところ、うん、あの結構行ったらしいんだよね。なるほど、うん、でもまあ両方をうまく使い分けたのはさすがだなと、うんまあね、どちらも面白い番組だと思うけどね。他はございますでしょうか。はい、あと小学生の頃のエッチな番組っていうと、うんうん、私あと思いついたのはあとハレンチ学園があるんだけど、うんはいはい、私ハレンチ学園の、うん、その、うん、永井豪先生の原作の漫画の方は割と好きだったんだけど、うん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 、ドラマの実写版のハレンチ学園にあんまり ほぼ興味がなかったんで、うんうんうん、ほとんど見てないんですが、うんうんうん、マスターはどうですかね。いや俺もだから、うん、あのさっきの同じような事情で、うんうんうん、あのそんなには見られない。あもう ほぼ 100% 見られてない、うん、これハレンチ学園あのドラマ版のハレンチ学園は、うん1970年の10月1日から71年の4月1日までのまあ約半年、うん、でこれここがまた東京12チャンネルなんだけどさ、うんうん、で、半年くらいしか放送されてないわけだよ、うんうん、で結構まあ当時は俺は小学校1、2年だから、うん、でやっぱり当然そんなものは見られないわけなんだけど、これがなんと夜の7時半から放送されていたという、うんうん、あされてたさすがなぜか、うん、さすが東京12チャンネル怖いものなしっていうぐらい、うんうん、そうそうなぜかねやってた。だから晩ご飯食べた後とかに何気なくテレビつけたらやってたりとかして、うん、そうなんだよね、うんうん、だから仮面ライダーとかさ、うんうん、そういう時間のあれだから、ね、あんな時間にね、うん、よくやったなと、うん、ただまあ、最近例えばいろんな動画サイトとかでそのハレンチ学園とか、うん、結構再放送も CS とかでやってたりするんですよ、うん、で見るとまあそんなにうん、エロいっていうことでもないんでね、可愛、うんうん、いんだよ。すごいドタバタしてて、うんうん、コミカルな感じっていうかね、うんうん、そうだね、うん、せいぜいこの主演の小島みゆきちゃんっていう、うんうん、子が大人気になったんだけど、うん、ハレンチ学園の十兵衛っていう女主人公を小島みゆきさんが演じたんだけど、うん、まあせいぜいね今でいうなんか、うん、スポーツブラとか、うんうん、ああいう感じの、うんうん、着替えシーンとか、うんうん、だからブラジャーとパンティ姿にはなるんだけれども、うんうん、まあそこまで陰備ではないね、うんうん、やっぱ基本的に原作のハレンチ学園が、まあ、永井豪先生のハレンチ学園が基本的にギャグ漫画である、うんあるっていうところもあって、うん、割となんていうか健康的なね、うん、小島みゆきさん、うん、なんかねだから割と、うん、見られる家のやつら見てたかもしんねえなと思うけど、うん、でも見たくてしょうがなかったよね、うん、でもやっぱりさっきのママの最初の方のあれじゃないけど、うん、やっぱり少年と少女は、うん、その性的なものの捉え方っていうのがねやっぱり違っててさ、うん、だから例えばウィークエンダーくらいの小学校高学年になって初めてさそういうエロみたいなものを意識が始まったっていうんだけど、うん、まあ男子、うん、少年はさ、うん、まあ本当にそんななんかちょっとしたパンチラとかでも、うんうんうん、もうなんか大変ないやそれがね、うんうん、それが本当違うんだなと思ってね、うん、だって魔女っ子めぐちゃんのオープニングとかだって見たいわけでしょ。そうなんですよ。あんな一瞬なんか うん、このくらい白いものが見えてるだけなのに、うんうん、そうなんだと思って、うん、ちょっとね、うん、いやまあねそれくらい違うっていうこと、ねうん、だからまあちょっと順番があれだけれども、うんうんうん、ちょうどその1970年代っていうのが私らが、小学校 1,2 年生から、まあ、18歳高校くらいまでの、うんまあ、時期なんで、まあ、ちょうどいわゆる少年期、うんあと思春期あと青年期っていうことで、
ことにやっぱりその70年代っていうのは取り上げたいっていう部分だっていうのはあるわけなんですね。何度かご案内もしてますけれども、うん、他に何かありますか、あと5分とちょっとくらいなんですが、うん、はい、ちょっとその辺で小学校時代終わって、うんうんうん、で中学になるともう今度は、うんうん、11pm とかトゥナイトになるんですよね。もう、はいはい、見るエロ番組みたいのが、うん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 、で、当時、うん、うちの親はちょっと夜に店をやってたので、うん、親がいない時間でテレビ見られたんですよね、うん、自由に、うんうん、だから 11pm もトゥナイトも見ようと思えば全然普通に見られてて、なんと羨ましい、本当によく見てた。ただ、うん、そのただね、私の場合は、うんうん、もうその頃から、うん、もう20代後半までずっと、うん、もうトゥナイトに至っては、うん、90何年までやってたでしょう、うんうんうん、それまで ずっと見続けたんだけど、そのエッチなものがどうこうというよりは、うんうんうん、アダルトな雰囲気のものが見たいとか、うんうんうん、あと本当にトゥナイトの最後の方なんかは、うん、本当に情報が欲しくて見てた、うん、まだ今のようにインターネットでいくらでも情報を得られるとかじゃない中で、うん、トゥナイトを見ることで、うん、やっぱりこうその時その時の何が流行ってるとか ね、うん、そうだね、こう最新スポットとかそういうのをなんとなく紹介してくれてたんで、うん、あとは、11pm に関しては、うん、とにかく 11pm のそのオープニングとかエンディングの、うんうん、音楽のおしゃれさとか、うんうん、あとこう時計がこうぐにゃってなってる、うん、絵あったでしょ、はいはいはい、あれをなぜか私の父が、うんうん、日テレの関係者の人から、うん、なんかノベルティみたいのもらう機会があって、うんうん、中学生なのに、うん、11pm の時計のぐにゃってなってるポーチ使ってた時がある。そんなポーチを、うん、ポーチ持ってたの。うわ、羨ましい、うん、そう、まだ持ってる。いや、もうポーチはないんだけど、うん、だからそれでネクタイピンはマスターにあげた、うんうんうん、ほんとあれは嬉しいよ、うんね、ああ、でこのくらいの大きさでぐにゃってなった時計のポーチが本当にあったの、うんうんうん、へえ、うん、ちょっとねダリの絵みたいな感じのね、そうそう、あれをね私がもらって使っ、うんうん、中学生のくせに、うん、まあ何せね、その 11pm と、うん、あとトゥナイト、トゥナイトはどっちかっていうと、まあ、80年代に入ってからトゥナイトっていう風になったので、それのまあ裏番組の23時ショーっていうのがあったんです。最初のうちはね、やっぱりそのエロを、エロが売りだったところがあるんだよ。あとギャンブルとか、確かにね、うん、で、11pm 自身は1965年にすでに始まってて、日テレのかなんかのお偉いさんの小島なんとかさんっていう買ったとかが最初の司会だったんだけど、我々が見ていた時代は月曜イレブン大橋巨泉、火曜イレブン藤本喜一、それで水曜イレブン相川欽也で、また木曜イレブンで、藤本喜一と、でまた金曜イレブンで大橋巨泉っていうのが、これがまあ70年代を代表するもう11pm それしかない、ね、もう明日は大阪読売テレビから、うん、テレビで終わる、うん、そうそう、うん、でやっぱりさっきママが出た、うん、サバリサバダバサバダバティーサバダバドゥーワ、うん、でこれは歌ってらっしゃるのは、例によって、例によって、大竹栄一師匠の、我が心の大竹栄一の時にも、うんうん、さらばシベリア鉄道のコーラスでもう拝むレベルだった、はい、ネスカフェゴールドブレンドのダバダーの、ね、うん、声でおなじみの伊州佳代さん、もうねスキャットといえばね、うん、そうだから 11pm のさ、オープニングとエンディングと、うん、それからオープニングとエンディングがミックスされたロングバージョンっていう、うんうんうん、かっこいいやつ、うん、CD が、うん、実は多分ね売ってんだよ、まだ、うんうん、まだ買えるんだよ、うん、でもね、それね、本当にね収録時間が全部で3分くらいないくらいの、うん、
で1000円くらいするんで、うん、だけどねこれはね、うん、買いましたね、うん、あの、うん、ロマン社に来れば、うん、聞けます。そういくらでも聞けるというやつ、はい、でやっぱりあのちょっとこのイレブンとかの深夜テレビの話は第2回に持ち越したいなと思うんだけれども、ここでやっぱり一つ強調しておきたいのは、うん、その、11PM であるとか、それから、まあ、あのトゥナイトであるとか、うん、そういったものがさっきマモも言ったようにただエロばっかりではなくて、うん、あのその時の社会情勢とか、うん、それからあのそういったものをすごくあの硬派な感じで取り上げていることもすごく多くて、うん、かなり硬派だった、うん、という気がする。そうだね、うん、あの大橋巨泉さんとか藤本義一さんなんて、うん、本当にこうズバズバ自分の考えをね、うん、そう述べていたし、うんうんうん、でやっぱりママがさっきアダルトな雰囲気を味わいたいっていうふうに言ったけども、うん、特にあの火曜イレブンの時は、うんうんうん、あの、うん、サントリーがスポンサーだったんで、うん、その、CM に入る途中で、うん、あの、うん、藤本義一さんとアシスタントの間に、うん、後ろからそうそう帽体に、うん、あの直帰 の、 あの小柄なば、あのね、うん、おじさんが登場して「義一さん義一さん」とか言って。こういう時にあの何飲みますかみたいな感じで、うん、そうするとここに、なんだねとかなんか言いながら、うん、サントリーリザーブかなんかがさ、ね、それがもう当たり前のようにそうそう映ってさ、うん、それでフーフーフーってさ、うん、アイキャッチが入ってさ、それで CM に入るってさ、うん、だからああいうなんかねこれは大人だなっていうの感じとかも、うん、でまたこれちょっとねあのまたあの今度パロディっていうテーマも考えてるんだけど、あのモンティパイソンが、うん、例のモンティパイソンが、うんはいはい、あの日本で初めてテレビ放映された時も、うん、その話はまた細かく言い出すときりがないんだけど、うんはい、それもやっぱり番組の後半はすごく、うん、そのね、うん、大人の雰囲気で、うん、あのそういうものに、ね、ひどく憧れたい、なんていうかラウンジ的な雰囲気で、うんうんブランデーとか飲んじゃってなんだよね。だからまあモンティパイソンまあエッチなシーンもあるんだけど、でもまあ一番組ではない、まあ、パロディーというテーマで別途やりたいところなんだけども、うん、そういうやっぱりあのさっきも言ったようにあの70年代っていうのは私らがあのいわゆる児童からこう、うんね、青年になっていく過程の10年間だったので、うん、その大人に対するのものに対する憧れというものが、まあ、そのいわゆるお色気番組とか、うん、それからエロ番組と呼ばれていたような番組 の中でもそういったものをこう、ね、が一つの魅力の一つだったっていうことは言っておきたい感じ、ね、お色気というものがね、うん、あの今は存在いつの間にかなくなったから、ねそうだねうん、あのいつの間にかセクシーとか、うんうんうん、今なんて言うんでしょうね、うん、そういうものなかなかその、うん、いろんなねこういうジェンダーの問題であるとか、うん、なかなか、まあ、性的なものとかはね、うん、あの取り上げにくくはなってると思うし、うん、あの私は個人的には、うん、ある時期から女性のおっぱいとかが、うん、そのテレビに映らなくなったのは、うん、私はむしろ良かったなと思って、うんそのね、やっぱりね、うん、女性の裸とかをあんまり、うん、こうテレビには出してほしくないなっていうのは今となっては思います、うん、だから 11PM の裏番組だった、うん、あの23時ショーっていうのがあって、うん、それが後の「TONIGHT」になるんだけど、うん、それはあの11に対抗しすぎて、うん、すっごく内容が過激になっちゃって、うん、それであの各ネット局が、うん、もうあうちは降りるみたいな感じになったらしいんだよね、うんうんだからあの結構そういうそのエロとそういう真面目なものとのなんか葛藤みたいのも結構あったんでね、うん、であのでおっぱいの話が出ましたけど、うん、これまあイレブンについてまあ一言まあこれはよくあの皆さんご存知のお話かと思うんですが、まあ、最近はあのバストの大きい女性のことを巨乳っていう言い方をしますけども、まあ、昔は母音という言い方をしてて、うんでまあ、あのその言い出しっぺが、うんその大橋巨泉さんが、うん、あのアシスタントの朝岡幸治さんをして、うんその、うん、おちっちが大きいんで、うん、ボインって言い出したのが始まりだっていう、うん、当時はそういうものだと、うん、
みんな思ってたかもしれないけど、今冷静に考えると、うん、とても、うん、あのひどいひどいですね、うん、だってあの麻生健一さんあれですよ、うんうん、日本画家の大家の伊藤新水、うんね、伊藤新水の娘ですよ。お金見たことがなかったというね、小銭知らなかったみたいなね、うん、なかったくらいな感じ、うんうんうん、ということで、お時間もお時間なので、うんうん、そろそろあれなんですが、はい、この深夜番組、次回はこの深夜番組とかについて、うんうん、もうちょっと付け加えるという部分と、うんうん、あとは深夜番組で、うん、HK っていうそうだね、うん、まあその他にも例えば独占男の時間とか、うん、そういったもう本当に本当にお下劣な番組とかあったんで、うんまあ、そういったところもちょっとお話をしたいというところですね、はい、あとはドキュメンタリーとか、うん、その他バラエティやその他のドラマとか、うん、そういった中でものエッチな番組について、うん、ということで、続けたいと、はい、いうことで、はい、次回で終わらないと思います、はい、とりあえず、続編に続くということで、うん、今宵は、はい、こんなところでよろしいでしょうか、はい、では明日は大阪読売テレビ、はい、うー